それでは、今もう自分で紹介されましたけど、新見から来ていただきました夢咲の皆さんです。よろしくお願いします。去年ね、来られた時はゆうさん、お別れのゆうさん一人でここでもう優勝でね、素敵でしたよね。あとの人はみんな呼んだくれて私一人がね、すごい美味しかった。はい、で今回はね、フルメンバーで来ていただきました。岡山からの参加なんですけど、いろいろな場所でね、ライブをしてられて、制作してられて活動していらっしゃいます。ということで先日、実は新見の千谷温泉というところに私たちも行ってきて歌わせてもらってきました。とっても素敵なところでしたね。はい、ということで、じゃあよろしくお願いします。はい、こんにちは。今日はね、飲んでません、まだ。ありがたいことに、この後が怖いんですけれど、今日、ね、すごく綺麗だったんですけどね、花がね。でも今日は来る時も本当にちょろっとしか咲いてなくって、ちょっと残念かなと思ったり してますが、黄砂がすごくないですか今日。もう声がね、多分変、いつも変なんですけど、ガラガラなんですけど、さらに変です。鼻水も出ますし、でも頑張って歌います。でも最初に玉木浩二の恋のよ、聞いてください。
出ない間に帰る。なんかずっと出るんだ。もう本当に大変。この中で花粉症の方いらっしゃいますか。もうね、大変ですよね。目はゴロ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 するし、もう本当にもう悲しくもないような涙ですね。無理。次ですがね、今の恋の予感は、春っぽいかなと思うんですけど、一気に秋になっちゃいます。あの、まんじゅうさかという、ちょっと、藤井綾子さんとか、ジジュさんとか、カバーされてるのかなと思いますが、あの、まんじゅうさか、歌います。恋する女は饅頭社会。
爪が。それまたすぐ爪に爪のせい、次はリップのせい、息のせい、息のせい。ではあんまり喋る時間がなくなる。そうですね、行きます。次は私もあんまりよく知らないんですけど、みんなで、ね、歌いたいと思います。風になりたいって、この風の歌でしょうか。誰が歌ってる歌。ザ・ザ・ザ・では、にぎやかに行きます。Hola.
時愛の終わりの悲しみでも君は見るけど僕の胸でおやすみを二人の人生分け生きるんだ愛の行方に答えはなくていつでも一人ぼっちだけど幸せかよささやかな暮らし時はためらいにさえも Yeah.
ですよ。